デイブ・ニーハウスはメジャーリーグベースボールの中継実況アナウンサー。インディアナ州プリンストン生まれ。MLB 球団シアトルマリナーズの専属アナウンサーとして、同じく専属アナウンサーのリック・リズと交代で、試合中継の実況を長年担当し、2008年に実況放送関係者の野球殿堂入りにあたる、フォード・C・フリック賞を受賞した。1957年にインディアナ大学を卒業後、しばらく軍のラジオ放送を担当した後、主にロサンゼルスを本拠地とするプロスポーツチームの実況放送を担当していた。1969年に MLB 球団カリフォルニアエンゼルスの中継クルーへ加わった時、専属アナウンサーとなり、リック・エンバーグ、ドン・ドライスデールらと共に1976年まで中継を担当する。1977年に MLB の球団拡張に伴い、シアトルマリナーズの当時の経営陣の一人だったダニー・ケイの誘いでマリナーズの専属アナウンサーとなり、上記の通りリック・リズと交代で解説者、ロン・フェアリーをはじめデーブ・ヘンダーソン、デーブ・バジェラとコンビを組み各地からマリナーズ戦の実況を30年近くを担当した。その間、1995年と1996年にワシントン州のスポーツキャスター・オブ・ザ・イヤーを受賞、2000年にはマリナーズ球団殿堂入りの表彰を受けている。2004年にはワシントン州のブロードキャスター・オブ・ザ・イヤーを受賞した。試合中継においては有名な決まり文句が多く、などがある。マリナーズ在籍当時のアレックス・ロドリゲスに A ロッドのニックネームを付けたのもニーハウスである。2010年11月10日、ワシントン州の自宅において、心臓発作を発症し急性。75歳没。これを受けてマリナーズは2011年シーズン、ユニフォームの右袖にニーハウスを追悼するエンブレムをつけてプレーした。ありがとうございます。